さんおはようございます。バイリンガルブロガーのちかです。今日は漢字のいいメールの書き方についてレッスンしたいと思います。私は今のプロジェクトで結構海外の方たちとメールでのやり取りが多いんですけれど、その時に、メールの書き方によって、ちょっとフレンドリーさを出したり、ちょっと限られたチャンネルでどれだけ人間関係を作れるかっていうのが重要になってきます。私がメールでよく使うフレーズが3つほどありまして、1つ目が I hope you're doing well、 2つ目が I hope you're having a good day、 で3つ目が Sorry to fill up your inbox っていう3つを使っています。1つ目と2つ目は、結構似ているんですけれど、 I hope you're doing well、 元気でしょうか、で I hope you're having a good day、同じく、元気ですかっていう、ちょっと、いい日を過ごしてますかっていう、直訳するとそうなります。でそれを文章の一番最初につけてあげると、そのすぐに質問ではなくて、ちょっとレイヤーを置くことによって、少し日本人っぽいやり方なのかもしれませんけれど、私はちょっとそこに入れたい人なので、それで人間関係を作っていければなと思っています。で3つ目の Sorry to fill up your inbox っていうのは、ちょっとインボックスをいっぱいにしてごめんなさいっていうんですけれど、それはたびたび申し訳ございませんって思うときに私が使っているフレーズです。なのでもうちょっと最初のメールで確認事項が漏れていたりして、2度目また返信が来る前に2度目送んなきゃいけないときとかに私はよく使っているんですけれど、 I'm so sorry to fill up your inbox but I forgot to ask you a question regardingthe testing phase とかっていうと、すいません、たびたび申し訳ございませんが、ちょっともう一点聞きたいことがありましたっていうふうに使えるフレーズです。ぜひ次回外国人の方とメールでやり取りをするときに使ってみてください。カジュアルな、向こうはカジュアルな文化なので、それをすごい求められているわけではないですし、もし日本のようにお疲れ様ですとかお世話になっておりますとかをつけなかったら、えって思われるわけではないですけれど、その一行を置くことで、ちょっとフレンドリーな子だなって思っていただけるとは思いますので、ぜひ使ってみてください。ではまた明日のレッスンまで。